足決めやりますね。で、あれ、今の、あれ、ずっと撮ってたんですか？裏の仕掛け人が丸出しじゃん。安定しようとしてるやつを。あと僕の名前も出しますから。めっちゃ取られてるやん。初めての方もいらっしゃるので、説明しますけど、前田作業船は、深緑で、トン引いた人がこの席でチーターになります。これ、決勝も一緒なんですけど、で、A 卓 B 卓を今やります。入場順で引いてもらいますので、A 卓は佐々木さんから、佐々木さんからこれ1枚引いてください。はい、佐々木さん、シャーチャースタート。渋川さんお願いします。渋川さん、ページャースタートです。はい、鈴木さんお願いします。なんちゃスタート。はい。で、小林さんが一応引くの。はい、一応ね、こう回してるから。はい。間違ってる。あとそう間違ってる場合もあるので。じゃあ、チーチャースタート小林さんです。じゃあ、B 卓。そうです。そうです。ここが一番有利です。なんちゃす。はい。なんちゃ、決勝戦は一発勝負トップ取りはページャー有利だと思うんですけど、トップ2着抜け、2人抜けは何茶でも負けます。はい。はい。ちょっと待ってください。なんでそんなこと言うんですか。そうなんですか。統計的に。あ、統計ですか。僕は占いとか手相とか統計とかを気にしてます。はい。びっくりしました。戦略的には。そうですね。昨日も。埼京戦の出場者と日程決まってからやっぱりいろんなことをこう想定しながら過ごすんですけど、上茶で小林さん座ったらちょっと有利だなと思ってて、でちいちゃ小林さんでその下茶なんで、小林さんってやっぱちょっと風浪が多い選手なんで、小林さんがねポンチしてくれると僕の妻が増えるんで、ちょっとラッキーだなと思ってます。はい。予想としては誰がいっちゃ誰がいっちゃ誰がいっちゃ、僕が2着以上にいれば他だんだんどうでもいいですから。はい。あんまりそうですね、展開的にはやっぱりその佐々木さんですね、久里さんがこうあんまりポンチして加点するタイプじゃないんで、佐々木さんの一撃が決まれば2着狙い、他の3人2着狙いになりますし、佐々木さんの一撃がね、久里さんの一撃決まらなければ、小林さんも結構風浪多くて、僕と渋川さんもまあまあ仕掛けるものだと思うので、トップ2着条件であれば、ポイント的には久里さんの一撃が決まるかどうかかなと思ってますけど。はい。最近の成績は最強の成績は全くダメで、なんか一時期っていうか、そのね、もう結構常連というか、はい、そうですね、決勝は絶対残るぐらい、はい、アマチュア時代に2年連続で決勝戦行って、その上がれば最強のリーチまで行ったんですけど、そこは調査にやってしまった後、そのプロに復帰してから、最強戦の申し子って、かっこいい名前つけていただいて、毎年呼んでいただいてるんですね。全日本プロ代表決定戦っていうのは200人ぐらいの、プロ同士のやつで優勝したりとか、別に他にもその呼んでいただいたこの8分の1みたいのは、勝ったことあるんですけど、ここ数年は全然チャンスをものにできてなくて、で去年はついに、その前の年ですね、これ負けたら来年は呼ばなくていいですって言って覚悟を持って臨んだんですけど、通過できなくて去年は僕呼ばれなかったんですよ。そうであるべきだと思うんですけど、で最高位を取って1年ぶりに最高戦戻ってこれたんで、メラメラ来てますね。そうね、今日はね、今日はそうですね、勝者の方ですとか、いろいろな方がそのウィニングがあったりですとか、なんかメンツもものすごくいいんですけど、楽しみに見てもらえてると思うんで、最高位取って、なおかつ今、Mリーガー候補だもんね。そうやってね、そこに名前を挙げていただけるのが本当に光栄だと思うんですけど、メンバー見ても、そうですね、来期で、次ですか、Mリーガーになってる選手もいるんじゃないかなっていうメンバーですから、今日は、そこに食い込めるように、今日結果がものすごく欲しいです。はい。同じ M2 がこうとして、どういうか、今日どんな感じだと思う？相手に僕がいるんで、そうです。それがちょっときついから。栄拓はどう？栄拓っていうか。栄拓はね、まあ渋川いるんで、渋川がまあ負けると思うんで。みんなそういういじりしますよね。3分の1？残り3枠かな。3分の1。3分の1、3分の1どころじゃねえわ。3枠のうち3分の2残れるかなってところだと思いますね。なるほど。やりたいですね。今日控え室一緒だったんで、僕がね、負けて、中林さんがね、こう決勝決めた、控え室戻ったら僕いないってことがね、あったらちょっと寂しいと思うんで、僕はね、決勝進出して、行ってこいよと。言ってあげるように、ちょっと先行ってるぞ、あ、違う違う、失礼しますのじゃなくて、決勝決めてきたって言えるように、ちょっとね、頑張りたいですね。いい結果を。はい、もうこれは彼らに一発勝負なんで、まあ、本当に負けることも全然あるんですけど、負けて、まあ、その終わって、まあ、敗退した時にも、これ以上やりようがなかった、今日はね、もう仕方ない精一杯打ったって言ってるマージョン打てれば、まあ、もうしょうがないかなと思いますね、結果欲しいですけど。ちなみになんか、試合前になんか聞いたら、そうなんですよ、今日はですね、Mレボリューションという、Mレボリューションにあったのか違ったら、まずいな、アメリカの選手がいろいろこう、いかになる、はい、お名前ですとか、アンキモって呼ばれてる気がする。はい。まあ、そう、好きな、はい、アーティストさんがいて、まあ、その曲をちょっと聴いて、テンション高めてましたね。はい。うまい。収集面をね、邪魔しないように、いつもコロコロでね。何なんこれ。何を見せる。言わされたね。これしか。やらせていただいたんですけど、ジャンボシルカナンバー、勝負は下駄を履くまでわからない。久人さん、言葉とは知ってなさそう。今日これから僕がその意味教えてあげますよ。マジシルカナンバー、最高位続けよう。最強よりも先に最高位になってしまった。でもいい、今年最強位になって最高で最強の俺になる。最強戦の申し子続けよう。流れてください、流れてください。さあ、それでは大変お待たせいたしました。栄拓戦の模様をご覧いただきましょう。東海のスタートです。いざ、対決。や皆様お疲れ様でした。それでは試合を終えた選手の皆様にお話し伺いたいと思います。そのようになりました鈴木プロ、お願いします。さあ、お疲れ様でした。まずは振り返っての話をお願いします。その感想、ちょっとリーチが一つも足りなかったので、そのまま展開が続いちゃったので優勝なんですけど、ちょっと悔しいですね。はい。最後もね、条件ね。そうです。もうちょっと詰まらせてほしかったですね。そうなんかね、パスをされちゃったんで、テンパ入ってそうだなと思ったんですけど、まあ仕方ないですね。はい。まあそれにしてもね、鈴木さんは地球のリーダーのね、こうして名前を挙げられてますし、まあね、団体に背負ってる感じなんで、今日はちょっと相当ね、気合いで、そうですね、麻雀ってそのね、気合いとか、こうね、年齢で、どうにかなるものじゃないの分かってるんですけど、やっぱり今日はしたんですね。さあ、それでは最後、視聴者の皆様に一言お願いいたします。はい、ですね、それこそ、たくさん応援してくれたりですとか、きっと見てくださってる方もたくさんいると思うんですけど、ですね、まだ一かね、予選があれば、それをまたチャレンジしてですね、またファイナルに行ける道を探して、また挑戦したいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。最後ね、もうちょいつぶらした。そうですね。なんかテンパってそう聞いたよ。でもそれはもうパーソンプッシュでテンパしてるから、3チームの曲ですね。ちょっとああしかなかったんですけど、コウさんが4巡目に白打ってるだと9ピン照らししたんで、チーピンがこうドイツ2枚か3枚入ってそうだったんですけど、もうちょっとね、8ピンドラ1、ドラ引いたら Q1 だったんですよね。リーチ打たないといけないけど、大体ないだろうなって思いながらしたんですよね。やりましたね。賛成した。賛成した。一人になっちゃうね。すみません。ナムヤちゃんに負けちゃうのはちょっと。それも一番ダメなやつやっちゃう。はい。ゴーさんならよかったもん。そうですね。しょうがないです。なんかありましたかね。いや全然ナムヤちゃんは爆運だったってだけじゃない。ツイッター。マジでもうこのまま何もせず死ぬと思ってたから。引けたらよかったんだけどな。引けなかったですね。リーチラッシュにやられたからね。リーチラッシュにやられたからこっちの高一ラッシュが届かない。おちゃらけた試合ばっかしてるから。毎回ちょっと上がりそうになったところでリーチが。しかも絶対本当だから。残念ですね。久しぶりに来たに黙れ。あっという間に終わっちゃったさ、本当にすみません、申し訳なかったです。いや、この胸も、いろいろ、エネルギーも、かかってきたんですけど。本当に悔しそうだった。いや、本当悔しいですね。ちょっときつかったな、なんか。でもなんかちょっと言ってた展開には、パターンとしては言ってた展開になって。まあなっちゃうと1人抜けちゃうんで、あと2着争いを、こまごまやることになるんですけど、まあそうですね、一発目、観察層を久田さんに引かれた後、もられて、まあそこでもう2着争いですね。まあ、久田さんはなったら、もう、はい、攻め続けるの知ってるんで。はい一回なんだっけ、シャアとチーソー待ちの積もるときなんかみんな固まってます。まあ17,600、そうです。まあでも瀬戸さんはそのね、ナンをリーチっていうことによって、そのナンがもし渋川さんが統一でもポンだとしても、リーチならポンしないで受けに回ってくれるかもしれないんで、まあさすがですね、ナンキをねリーチってね、迷わずリーチっていうのは瀬戸さんらしいですし、みんな固まってなかったね。まあまあまあ。リーチも全然あると思います。下がね、はい、競ってるんで、その局で、みんな降りてくれたらそれで、下田さん別に、ね、上がらなくてもいいリーチだと思うんで、みんな降らせたらもう全然いいと思うんで、まあでも選択もしっかりしてますね、さすがに。はい、それは鈴木さんでもリーチする？僕、リーチ打ちそうですね。はい。こっちでは、みたいな。ああ、なるほど。まあ、リーチ必要ないですもんね。はい。まあ、で加点をしたいっていうよりは、他の人に加点させない選択ですかね。手を下ろしてるとは。そうですね。いやー、強かったですし、何も、渋川さんも小林さんも僕もみんな何もしてないような感じで終わっちゃいましたね。はい。かける言葉がないです。いやー、悔しいですね。たくさん応援してくれてた方もいたんで、カメラの前でこう家族も子供も見てくれてたんで、いやー、携帯開くの怖いですね。はい。はい。最後にちょっと聞いていいですか？あ、もちろんです。鈴木優君にとって、はい、麻雀最強戦とは。はい、麻雀最強戦とは、もう死ぬまでに絶対に取りたいタイトルの一つで、もう本当に最強戦だけはもうこのまま取らないままこう、ね、プロ人生終わるっていうのは考えられないぐらい、もうものすごい自分にとって欲しいタイトルなんで、いやー、ちょっと本当に悔しいです。はい、またそのプロ予選みたいのもあると思うので、どっかから復活してですね、相手鈴木負けたんじゃないのって思われるかもしれないですけど、どっかからね、こう復活して、またファイナル目指してやれるとこがあったらやっていきたいと思います。はい、また帰ってきてください。はい、帰ってきます。はい、ありがとうございました。すみませんでした。